初演時の大一幕舞台デザインのスケッチ、キシオルランド峰冒犬、イクスバイブ、11は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1782年に作曲した前三幕のイタリア語のオペラ、ドラマエロイ・コミコに分類される。ルドビーコ・アリオスと、クルエル・オルランドに基づいている。エステル・ハージ家のイタリアオペラの監督として、1781年に、新たに、ヌンツェアのポルタが雇用された。 翌年、ウィーンを訪問中のロシア大公、パーベル・ペトロビチ夫妻がエステル・ハーザを訪れる予定であったことから、ニコラウス公爵は急遽ポルタの書いた旧作の台本を元に新しいオペラを作曲するようにハイドンに命じた。しかし、ロシア大公の訪問は実現せず、オペラは1782年12月6日のニコラウス公爵の生命祝日にエステル・ハーザで上演された。 ポルタのリブレットは、ピエトロ・グリエルミ作曲によって1771年にロンドンで上演したオペラ、オルランドの狂気に基づくが、この劇は、アルチーナの魔法によって、石に変えられたオルランドを元に戻すのに、歌の力が必要となり、メドーロやアンジェリカが歌合戦を繰り広げるという、ナンセンスな喜劇だった。ポルタの台本は、基本的に、グリエルミと同じだが、歌合戦は取り除き、 喜劇部分を従者のパスクワーレに集中させた。ポルタ版は1774年に、プラハ、1777年に、ウィーンで上演されたが、音楽は、グリエルミのほか、ヨンメッィ、ピッチンに、パイ・ジェロなどの借り物で構成されていた。ヒロインのアンジェリカ以外の主要人物はあまり、英雄らしくなく、オルランドは、滑稽なほど狂っているし、メドーロは優柔不断で腰抜けである。 その一方で、羊飼いの娘のエウリラは賢く、パスクワーレの表面的な欠点を許して愛する。パスクワーレは、ドン・ジョバンニのレポレットか、魔キのパパゲーノを思わせる。話自身、魔キに似るし、愛情とコメディを対比させる、ハイドンの音楽もモーツァルト的である。台本には必要以上にごちゃごちゃして重複が多い、欠点もあるものの、ニコラウス公爵は、 満足し、何度も再演された。ハイドンの生前には、最も有名なオペラであり、ブラチスラバ、プラハ、ウィーン、バンハイム他でも上演された。ハイドンの没後は、他のオペラと同様忘却されたが、1976年にアンタルドラティの式で録音された。2005年には、ニコラウス・アーノンクールの式で新たな録音が行われた。日本では1981年に、 東京室内オペラ協会によって上演された。2008年の北とピア国際音楽祭でも上演されている。エウリラとその父のところに凶暴なロドモンテオが宿敵のオルランドを探しにやってくる。一方、堅体の女王アンジェリカは愛するメドーロと共に嫉妬に狂ったオルランドから逃れ、魔女アルチーナに助けを求める。主人のオルランドが、 愛憎に取り憑かれていることをパスクワーレがこぼしていると、そこにロドモンテが現れる。しかし、エウリラがやってきてオルランドが探していることを告げると、去る。パスクワーレは、エウリッラに自分が世界中を旅したことを自慢しながら、空腹を訴える。アンジェリカを追うオルランドは、泉のところの木などに、アンジェリカとミドーロの名が刻まれているのを発見して、嫉妬に狂い。 剣を抜いて木を切り倒す。エウリラからアンジェリカとメドーロの様子を聞き出したオルランドは怒りに燃える。エウリラとパスクアーレはアンジェリカに危機を伝える。人々がアルチーナとロドモンテに助けを求めると、アルチーナはロドモンテをベルゼブブに変身させて、オルランドを足止めし、鉄の檻に閉じ込める。逃げた人々はチリ散リになる。メドーロは絶望する。 パスクワーレは、エウリーラに脅かされて慌てるが、気を取り直して、エウリッラに求婚する。エウリーラは驚くが、やがて求婚を受け入れる。一人になったアンジェリカは、メドーロが死んだと思って崖から身を投げようとするが、メドーロがいることに気づいて喜ぶ。再びオルランドが現れ、二人を殺そうとするが、愛するアンジェリカの言葉に心が鈍る。アルチーナは、魔法で怪物を呼び出し、 オルランドから恋人たちを守る。パスクワーレは自分の音楽の才能をエウリルッタに自慢する。オルランドはパスクワーレを連れてアルチーナの魔法の洞窟を訪れ邪魔なアルチーナを直接退治しようとするがアルチーナはオルランドを石に変える。アンジェリからの一行もアルチーナの洞窟へ逃げ込みそこで一人で震えているパスクワーレに会う。同したパスクワーレは 事情をうまく説明できない。アルチーナが説明し、人々はオルランドをどうするかを議論し合うが、アンジェリカは復讐を望まず、アルチーナはオルランドを生身に戻す。オルランドは再び、アルチーナを王とするが、洞窟が檻に変形して、オルランドを閉じ込める。アルチーナは、カロンテに命じて、忘却の川の水を眠るオルランドに注がせる。 目覚めたウルランドは、ロドモンテと戦いながら去るが、残された血を見て再びメドーロが死んだと思った。アンジェリカが後を追おうとするのを、アルチーナは止め、事情を説明する。メドーロとアンジェリカは喜び合う。オルランドは、自分がかつてアンジェリカを愛していたことを忘れ、正気に戻る。すべての登場人物が、一人ずつ心境を述べ、全員の合唱で劇を終える。ありがとうございます。